ある日姉が出産し、私は夫と共に姉がいる病室へと向かった。とても可愛いでしょう。姉は抱いている子供を私と夫に見せた。健太さん、抱いてみる？うん。姉の言葉に夫は子供を抱き上げた。安らかな顔で眠っている子供を前に、夫は笑顔になる。可愛い男の子だなぁ。その光景を見て、同じく笑顔になる姉だが、私の心は冷え切っていた。あなたがそう話す本当の理由はもうわかっているから。私は作り笑顔を浮かべると、夫に声をかけた。そうね。独特の眉毛の形、あなたにそっくり。事態を理解したのか、徐々に姉と夫の顔は青くなっていった。私の名前は渚、26歳の会社員だ。去年、姉の奈々から紹介された男性と結婚した。彼の名前は健太、姉の同僚にあたる人だ。彼と出会う前の私は、結婚願望はあったものの、ここ数年全くと言っていいほど男性と縁がなかった。そのことを姉に相談すると、じゃあ彼がいいよ、と健太のことを紹介してくれた。健太も同じく結婚願望があったようで、休日に姉も交えてカフェで顔合わせをすることになった。見知らぬ男性とのお茶に最初は緊張していたが、甘いものが好きなこと、推理小説が好きなこと、ガーデニングが趣味などを共通点が多く、この人となら気が合うとその場で交際することに。その後一度も喧嘩することなく、一年の交際を経て彼と結婚した。しかし結婚式の際、お祝いに来た私の友達、めぐみは何か言いたげな顔をしていた。彼女は姉や私の夫と同じ会社に勤めているので、夫や姉ともつながりがある。どうしたの？めぐみの微妙な表情に気がついた私は不思議に思い、彼女の顔を覗き込んだ。ううん、何にもないよ。めぐみは慌てたように首を横に振った。私は何かおかしいと思ったものの、これ以上聞くことはしなかった。数ヶ月後、姉も交際相手の子供を妊娠し、結婚することになった。それを機に姉は仕事を退職。私や両親に、絶対幸せなママになるわ、と笑いながら宣言していた。それからしばらく経ったある日のことだった。私は夫がいない間に彼の部屋のタンスに洗濯した彼の衣服を入れていた。その時うっかり肘で夫の机に積み上げられていた本を落としてしまった。バラバラと床に落ちる本。ああ、落としちゃった。私はため息をつき、片付けようとある本を拾い上げたその時だった。本のページの間から小さな紙が落ちた。何だろうと思い見てみると、私はぎょっとした。何これ？なんで健太さんと姉さんが？それは夫と姉がツーショットで写っているプリクラだった。しかもただのツーショットではなく、二人はとても親密そうにしている。夫は笑いながら姉の肩に手を回し、姉はそんな夫の方にキスをしていた。加えてプリクラには、健太と私はずっと一緒だよ。離れても相思相愛、と書かれている。私は衝撃でしばらくその場から動けなかった。ただの同僚だと聞いていたのに、姉さんと健太さんはそれ以上の関係だったの？それから時間が経ち、少し冷静になった頃、私は結婚式で微妙な顔をしていた友人、めぐみのことを思い出した。もしかしてめぐみはそのことを知っていたんじゃ、姉さんや夫と同じ会社にいたし。そう思い、すぐさま私はめぐみに電話をかけた。
こんなプリクラを見つけたんだけど、めぐみは姉さんと夫のことについて何か知っていたの？結婚式で何か言いたげだったのは、そのため？私が事情を話し、聞いてみると、めぐみからは謝られた。ごめんね。100% 確信がなかったから言えなかったけど、確かに二人は昼休み親密そうにおしゃべりして、仕事終わりも二人で一緒に帰っていた。そうなんだ。じゃあ、やっぱり二人は。私は二人が付き合っていたことを確信し、声が震えた。そんなプリクラもあったということは、恋人同士だったんだろうね。めぐみの言葉を聞いて、私は怒りの感情が湧いてきた。そんな重大な事実を隠して、健太さんは私と結婚したの？その夜、家に帰ってきた夫に、私はプリクラを突きつけた。あなた、姉さんと付き合っていたのね。私が冷たく話すと、夫は言い逃れできないと感じたのか、青ざめて冷や汗を流した。確かにお前の姉さんとは、ちょっと親密な時もあったよ。でも、もう終わったことだ。互いに飽きたから別れた。もう奈々さんに対してそういう感情はない。夫はしどろもどろに言い訳した。だからって。確かお前だって、学生時代彼氏がいたんだろ？お互い様じゃないか。夫はそう指摘したが、私はかえって怒りが強くなった。お互い様じゃないわよ。まさか実の姉があなたの元カノだったなんて、こんな重大なこと隠されて本当にショックだし、これからあなたたちをどんな目で見ればいいのかわからないわ。私が目の前で嘆いても夫は、ごめん、もう忘れて、とおろおろするだけで、私の気が晴れることはなかった。それから姉に電話し、交際の事実を確かめると、姉は、ちょっと前に付き合っていたよ。と、夫の時とは違い、あっけらかんと認めた。は？そんなこと一度も聞いていなかったんだけど、なんで自分の元彼を私に紹介したの？今の夫に乗り換えたかったから。つまり、私に押し付けるために彼を紹介したってこと？別にいいじゃん。彼とうまくいって結婚できたんでしょ？大事なのは過去じゃなくて今と未来よ。はぁ？いくらなんでも見過ごせない過去なんだけど。これから私、姉さんや健太さんのことをどんな目で見ればいいの？強い怒りで声が震える私。その声色に姉はさすがにまずいと思ったのか。ごめん、じゃあね。と慌てて電話を切った。その後私は何度か姉に電話をしたが、姉は私が怖いのか、一度も電話に出ることがなかった。結局夫も姉も言い訳ばかりで、真剣に私に謝ってくれることはなかった。まさか二人があんな人たちだったなんて、これからどうすればいいの？こんなひどい隠し事をされた二人と以前のように付き合っていくのは不可能のように思えた。そこで私は夫に別れてほしいと離婚を切り出したが、夫は拒否。隠し事をしたのは良くなかったと思うよ。でも今裏切った証拠もないだろう。夫の言葉に私は確かにそうだと、その時は思いとどまったものの、夫が言った証拠という言葉が気になった。証拠って何？そんな言葉を使うっていうことは、何か隠していることがあるの？気になった私は行動を開始することにした。やがて姉は子供を出産。男の子です。とても可愛いでしょう。姉が送ってきた写真の中の甥はとても可愛かった。
可愛い赤ちゃんの写真を見て、私は姉の子だとはいえ、心が和んだが、同じく姉からの写真を見た夫は、喜んでいるような、怯えているような、微妙な表情をしていた。その顔を見て、私は密かにため息をついた。やっぱりね、今に見てなさい。私は覚悟を決めた。その後私は夫と共に、姉と甥が入院している病室へ向かった。私たちが病室に来ると、姉はとても喜んだ。お祝いに来てくれたのね。嬉しいわ。あれ？高幸さんはいないのか？高幸さんとは姉の夫の名前で、私の義兄のことである。夫の言葉に姉は困った様子でうなずく。少し用事があるってさっき部屋を出て行っちゃった。自分の子が生まれたっていうのに白状だな。本当よ、後で叱らないとね。それとほら、私の赤ちゃん。姉は抱いている子供を私と夫に見せた。夫は興味深そうに子供の顔を覗く。健太さん、抱いてみる？姉の言葉に夫は子供を抱き上げた。安らかな顔で眠っている子供を前に、夫は笑顔になる。かわいい男の子だな。そんな夫に私は笑って声をかけた。そうね。独特の眉毛の形。あなたにそっくり。夫と姉は驚いたような表情で私を見た。だって、この子はあなたの子なんでしょ？知っているから。は？お前、何言って。あなたが姉さんにメールしていたとこ、見たわ。昨日、夫は姉とこっそり自室で電話していた。眉の形があなたそっくりでしょ？あなたの子よ。少しは養育費送ってほしいな。ちゃんとするから、くれくれも嫁にこのことばらさないでくれよ。そうやりとりしているところを、私は扉越しにこっそり聞いていたのだ。私がそう説明すると、夫と姉は、言いがかりだ、と激怒した。そんなの、お前の聞き間違いに決まっている。そうよ。よほど大声で話さない限り、電話越しに私の声なんて聞こえないはず。あんたの妄想よ。いいえ、間違いでも妄想でもないわ。証拠はあります。すると病室に姉の夫、つまり私にとっての義兄が入ってきた。扉越しに私たちの話を聞いていたのだ。これが証拠だ。義兄は冷たい視線でノートパソコンをテーブルに置くと私たちの前に見せた。これは俺がいない間に撮れた映像だ。映像の中には夫と姉が映っていた。二人は寄り添い合い、姉の膨らんだお腹を夫が優しく撫でている。お腹の子は元気に育っているようだね。私たちの愛の結晶よ。そう話すと夫と姉は口づけを交わした。その言い逃れできない証拠を前に、目の前の夫と姉は青ざめる。一方、ノートパソコンの中の夫と姉は笑いながら会話を続けた。でもこのことは妹や高幸さんには絶対言ってはダメよ。もちろん言わないよ。くれぐれも警戒してよ。妹は私たちの関係を知ってしまったからね。ああ、あいついつまでも昔のことをぐちぐちと。本当は昔じゃなくて、現在進行形だけどね。はは、そうだな。夫と姉は笑い合うと、また口づけを交わした。その映像を見て夫と姉は冷や汗を流している。何
これ。なんでこんな映像。姉の問いに義兄は冷たく答えた。渚さんからお前たちのことは聞いたよ。元彼、元カノだったってな。でもそれだけじゃないかもって、俺は疑ったんだ。義兄曰く、姉は付き合っていた頃から、こそこそ誰かと連絡を取っていたり、突然音信不通になることもあったそうだ。そんな姉に義兄は不信を抱いていたが、姉に妊娠したと言われたことで結婚を決意。しかし結婚後も変わらず、姉はこそこそ誰かとメールする、突然どこかにふらりと出かけるなどと不審な行動があったそうだ。そんな矢先、私から姉と夫の関係を聞かされ、もしかしたら子供は俺の子じゃないかも、と疑い、家に監視カメラを仕掛け、さらに探偵に姉の行動を探らせたらしい。結果こんな映像が撮れて、義兄は私に報告をくれた。そうして今日、私と協力して夫と姉を問い詰めることにしたのだ。義兄の説明に姉は真っ青になっている。プライバシーの侵害よ！お前が怪しい行動ばかりするからだろ？結果は黒で、お前は妹の夫と不倫していたし、それに、お前には他にも男がいただろう。は？義兄の言葉に夫は驚いたように声を上げた。すると病室にうつむいた男性が入ってきた。その男性を見て姉は、佐藤さん、とつぶやく。誰だこいつ？怪訝そうな顔をする夫に義兄は、妻の別の男です。と答えた。あ、はい。僕と彼女は付き合っていました。もしかしたらその子供は俺の子供かもしれません。佐藤はそう話すと自身のスマホの画面を見せた。そこには仲良く寄り添う姉と佐藤の姿が映っていた。ええー画像を見て夫は大きく口を開けて叫んだ。佐藤によると、彼と姉はマッチングアプリで出会い、数ヶ月前まで佐藤は姉が既婚者だと知らずに付き合っていたそうだ。しかしある日姉が既婚者だと知り、別れを告げるも、姉から、あなたの子を妊娠しているの、と言われたらしい。子供に対する責任を取って？そう言われた佐藤は姉にお金を支払い続けていたらしい。しばらく経った頃、浮気調査の結果で姉に夫以外の男がいると知った義兄は彼を訪ねていった。それでもうごまかせないと観念したのか、佐藤はごめんなさいと義兄に謝罪したらしい。既婚者だと知らなかったという佐藤の説明に義兄は半信半疑だったものの、マッチングアプリでの姉のプロフィール写真、そして交際中佐藤がやり取りしたメールの内容も見せられた。メールには、いつ結婚しようか、結婚したらどこに住みたいか、子供はどうするなど、将来に関する内容が書かれていて、義兄は本当に佐藤が知らなかったと信じたそうだ。佐藤と義兄の説明に、夫は姉に激怒。子供は俺の子じゃなかったのか。わざわざマッチングアプリ使ってまで他の男と会うなんて。大声で怒鳴り散らす夫に、姉は怯えたような表情を浮かべた。怒らないでよ。間違いなく子供は健太さんの子よ。感情的に怒鳴り返す姉を見て、義兄はやっぱり俺の子じゃなかったのか、と、呆れた表情を浮かべた。佐藤も、俺の子じゃないならお金を返してくれないか？と姉に迫った。三人から責められ、姉は頭を抱えて叫んだ。ああ、もういっそ子供は皆の子供ということでいいじゃない。全員パパだからみんなで育ててお金を支払うということで。
そんなことできるか！姉の言葉に、その場にいた全員が突っ込みを入れた。とりあえず誰の子か、DNA 鑑定をしたらどうですか？本当の父親が養育費を支払うということで。私の説明に義兄は、それがいいだろう、と頷いたが、なぜか姉は罰の悪そうな表情を浮かべた。どうしたの？三人のうちの一人が父親なんでしょ？私の言葉に姉は無言で下を向いた。それから三人の男性たちは、老いと DNA 鑑定を行い、数週間後に結果が出た。なんと老いは、夫と義兄佐藤さん、誰の子供でもなかった。どうやら姉は、マッチングアプリで、また別の男にも会っていて関係を持っていたらしい。その結果を聞き夫は、なんて不思議な女だ、と姉に激怒した。そんな夫を私は冷たく見つめた。あなたも同じよ。不倫していたのだから。私は自分の名前が記入された離婚届を夫に渡した。今度こそ離婚するから。それを見た夫は必死で私にすがりついた。ごめん、もう浮気しないから、お前だけ愛するから。もうしない、じゃなくて、すでにあなたは浮気してしまったの。それを知った以上、あなたのことを信じることはできないわ。私の言葉に夫は呆然とした表情を浮かべた。その後、もちろん私は夫と離婚。不倫の慰謝料を支払ってもらうことになった。それから元夫とは会っていない。風の噂によると元夫は不倫で離婚されたことが知られ、友人たちは離れていき、さらに実の両親や兄弟からもひどく罵倒されたと聞いた。元夫にとって苦しい状況だと思うが、もう私には関係ないことだ。同時期に姉と義兄も離婚し、姉は私と義兄に不倫の慰謝料を支払うことになり、佐藤にも今まで騙し取っていた養育費を返すこととなった。そのせいで姉は貯金をすべて失ってしまい、借金まですることに。しかし結婚前に仕事を辞めたため、返すあてもない。姉は実家に行き両親に頼った。お父さん、お母さん、何とかしてよ。しかし私から事前に事情を聞いていた両親の態度は冷たかった。あなたの自業自得でしょ？自分で何とかしなさい。待ってよ。私はともかく孫がどうなってもいいの？わかった。孫がかわいそうだもの。家には入れてあげるわ。よかった。これで楽ができるわ。しかしその後、姉に待っていたのは楽どころか苦しい生活だった。実はうちの家は農家。昔から姉はその仕事を古臭い、汚いと馬鹿にしていて、農家の仕事を手伝ったことなど少しもなかった。しかし、老いと一緒に実家で暮らす条件として、姉はその仕事を手伝うよう、両親に言いつけられてしまった。姉は嫌っていた農家の仕事をやることに。田植えや種植え、雑草の除去や日々の手入れなどで一日中忙しいそうだ。給料も働いた分しかもらえず、姉は自力で借金を返すほかない。けれども私からしてみれば、休日も睡眠時間もあるので、そんなに悪い仕事でもないと思うのだが、姉は不満たらたらだ。母さん、父さん、なんで私がこんなところで働かなくちゃならないの？お金も少しずつしかもらえないの？先日このように姉は両親に訴えたらしいが、両親は釘を刺した。これがあなたを家に置くための条件よ。嫌なら出て行きなさい。ああ、ただし出たら、お前のことは助けてやらないからな。
ひどい。私は実の娘でしょ？姉は膨れっ面をしたが、両親の涼しい表情は変わらなかった。あなたはもういい歳の大人。自分でしたことの責任は自分で取るの。私たちにすべての責任を押し付けようとしないで。その母の言葉に父も無言でうなずき、姉はがっくりしてうつむいた。幸せな奥さん、ママになりたかったのに、どうしてこうなったの？姉がそうつぶやいていたと、後から両親に聞き、私は、まだ姉さんは反省していないのね、と呆れた。血のつながった姉とはいえ、彼女が心から反省するまでもう会いたくない。現在私は新たな男性と交際中。来年には結婚する予定だ。今度こそ末永く幸せな結婚生活になるように願っている。私の姉にはそばアレルギーがある。それも結構重症なアレルギー。多めに摂取すると命に関わるほどなので、本人も家族も十二分に注意して生活してる。そばアレルギーって言うと、そばだけがダメなんでしょ？と思われがちだが、そば以外にも結構食べられないものが多い。そばまんじゅうはもちろん、ある種のお菓子もダメだし、パンや餅、それからお茶や蜂蜜などにも蕎麦成分が入っていることがある。あまり知られていないかもだけど、化粧品やビタミン剤に入っていることもある。はじめはまさかそんなことまでは知らなくて、姉がそれで痛い思いをして数ヶ月も病院に通うことになったので。うちでは何かを購入するときは念入りにチェックするようになった。あと、蕎麦を出す店には一歩も入れない。店内に蕎麦粉が舞ってたりするので、それだけでもうアウトで、アレルギーが発症してしまうから。他には、もちろん旅館の蕎麦柄枕もダメ。昔に比べて今はほとんどの食品で成分表示してくれるので、かなり助かってるけど、卵、蕎麦アレルギーの父と、蕎麦アレルギーの姉を持つ我が家は、昔からとても食生活に気を使っていた。そんな姉に彼氏ができた。私も一度会わせてもらったが、姉の彼氏は優しくて、男前で、姉のアレルギーにも理解がある人だった。それからトントン拍子に結婚の話が進み、親に紹介したいから。ということで、ゴールデンウィークに、彼氏実家へ彼氏と二人で行くことになった。姉は事前に彼氏から、うちの母親は料理がうまいんだ。それがうちの家族の自慢なんだよ。と聞かされていたそうで、姉も彼母に会うことを楽しみにしていた。その日、駅で彼氏と待ち合わせて着いたところは結構な農村地帯。もう展開に予想がつくだろうけど、ついて姉が彼家族に挨拶を済ませると、早々に、私ね、今そば打ちに凝ってるの、姉子ちゃんもぜひ食べていってね、と彼母。姉は慌てて、お気持ちは嬉しいんですが、私アレルギーで、と断る。すると彼母が急にオロオロしだして、そんな、お蕎麦以外のものは用意してないのよ。それに、私は毒を盛るような意地悪姑じゃないわ。信じてもらえないなんて悲しい。と、目をうるうるさせ始める。もちろん、姉はそんなつもりじゃなくて、と思って、周りを見渡すと、そばにいた彼父と彼弟が口々に、母さんの蕎麦はうまいんだよ。素人だと思ってんの？食わず嫌いは良くない。何警戒してんの？
何かされると思ってる？メロドラマの見過ぎじゃない？などとしらーっとして言い放つ。姉は必死になって彼氏に目でヘルプを要請したが、彼氏は父と弟を、まあまあ、と取りなしたものの、小声で姉に、ごめん、今だけ我慢してくれない？うちのお母さん一度言い出すと聞かないからさ。お母さんの機嫌を損ねるのは今後の君のためにもならないから、ね。と囁いてきた。そこで姉は、アレルギーで蕎麦が食べられないことが彼の母親に悪意があって料理を拒んでいることになり、そして自分がどうやら食わず嫌いのわがままな女として扱われていることに気づく。だから、アレルギーで、と、なんとか弁解しようとするものの、彼母がしれっと蕎麦粉を出して準備を始めた。もちろん蕎麦打ちを始められたらそこでアウト。空気中に舞う蕎麦粉が姉にはすでに命取りなので、姉が、私帰ります、と言うと、彼母がわーっと泣き出した。ひどい。私は姉子さんにこれからも仲良くやっていきたいと思って、今日のために一生懸命準備したのに。すると彼と彼父、彼弟がきっと姉を睨む。でも彼母はひー、ひーっと泣いてはいるけれど、全く涙が出てなかったらしい。それを見た姉は、ここにいたら殺される。こんなところで死にたくない。心底思ったらしい。だから姉は自分のバッグを掴んで逃走した。この話はなかったことに。そう言いながら靴も履かずに姉は一目散に逃げた。彼氏はなぜか追ってこなかった。こんなところじゃタクシーも捕まらないぞ、と後ろから姉に怒鳴っただけ。なぜか代わりに追ってきたのは彼弟だった。でも、見るからに太りすぎな彼弟。最初の勢いだけは良かったが、すぐに失速し、死に物狂いで走る姉には追いつけずに、200メートルほどで地面にへたり込んでしまった。姉はそのままランナーズハイ状態で、明かりが見えるまで走り続け、たまたま止まっていたタクシーを捕まえて、やっと家に帰ることができた。タクシーの中で、姉は号泣し、心配したタクシーの運転手さんが玄関前まで姉に付き添ってきてくれた。姉はその時、裸足で髪はぐちゃぐちゃだし、号泣して顔はドロドロ、しかもどこを走ったのか、体中が草だらけというひどい状態だった。そんな姉を見て、何をされた？と、うちの家族はもちろん大激怒。泣きながら顛末を語る姉に家族はさらに激怒した。知らずに食べさせようとしたならまだしも、向こうは姉のアレルギーを知っていたんだから、これはもう殺人未遂だろうと。姉のバッグに入っていた携帯には、たんまりと彼氏からのメールと着信が溜まっていた。その時タイミングよく姉の携帯が鳴ったので、すかさず父が電話を取った。彼氏がすごい勢いで何かをわめいているようだが、その間父は無言だった。でもその顔は般若のように真っ赤になっていた。そしてしばらくしてから静かな声で、君はうちの娘を殺すつもりだったようだな。彼氏はようやく電話している相手が姉じゃないと気づいたようで、音漏れしてた携帯がシーンとなる。うちの娘の命よりママの機嫌の方が大事か。父はそう言うと母に電話を渡した。二度とうちの娘に近づくな、人殺し。母はまた父に電話を戻す。そして父が言う。いいか、これは警告じゃないぞ。そして、また母に代わる。いいか？うちの娘に今後一度でも近づいたら、ただじゃ置かないからな。わかったか？
すると母は、ふっと鼻息を吹いて、切れたじゃないの、ふざけんなと言い、すかさずかけ直した。何度かかけたところで、彼氏は観念して電話に出たらしい。そこから、みっちり両親の説教タイム。その間に、私はフラフラだった姉を着替えさせ、顔と手足を拭いてベッドに寝かせた。両親の説教が何時間続いたのか定かではないが、夜中まで続いたことは確か。それでさすがに反省したかと思われたが、彼氏は思っていたよりも執念深かった。その後、彼氏はなぜか悲劇のヒーローと化して、幾度となく姉に復縁を迫ってきていた。でも姉は、もう彼氏の存在そのものがトラウマになっていて、顔を見るのはもちろん、電話で声を聞くのも無理な状態になっていた。だから、復縁どころか二度と会うことすらなかった。すると今度は彼氏はやり方を変えてきた。同僚や仲間にいきさつを愚痴って、今度は姉を悪者にしようとしたのだ。でも、もちろん誰も彼氏の味方をする人はなく、逆にみんなドン引きしたみたい。そりゃそうだよね。彼母がやったことは一歩間違えば殺人にもなりかねない。同じくそばアレルギーの幼い娘さんを持つ上司の耳にも今回の噂が入ったようで、彼氏は上司からこてんこてんに説教を食らった。でも彼氏、そこで反省するどころか逆ギレして、会社に辞表を叩きつけた。ところが彼の期待に反して、誰にも引き止めてもらえず、なんなら惜しまれることもなく、辞表はスムーズに受理されて、彼は無職になり、田舎へ帰っていった。一度だけ彼母からうちの実家に、私が無知だったばっかりに、息子を許して、と、よよよと泣き崩れた電話があったそうだが、母が、女の泣き真似は同じ女には通用しませんよ。と言ったら、瞬時にガチャ切りだったらしい。今は平和です。今回の件で、諸悪の根源は彼母だったとはいえ、人の命よりも自分の趣味を優先する母と、それに対して何も言わない夫と息子たちの関係性が異常としか思えない。自己中というか、何というか、ちょっと涙を見せればみんなが許してくれる、と、いい歳をしてもなお思うなんて、自分をお姫様とでも思っているのだろうか。危うく生命の危機に直面しかけた姉だが、ちゃんと帰ってこれて本当によかった。アレルギーが命に関わるってことをちゃんとみんな知っておいてほしいと思う。では次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。近隣の方のご迷惑になりますから。入れ墨を見せつけるチンピラたち。こいつらが店の駐車場でバカ騒ぎするものだから、常連さんの足は遠のくし、近隣住民からクレームも多数入る。確かに、こんな連中がうろついていたら怖くて入れない。騒ぐのはお控えいただけませんか?俺は半ば呆れ気味にチンピラをたしなめる。だが、チンピラの一人は勢いよくつかみかかってきた。おいおっさん、あんまり舐めたこと言ってんじゃねえよ。続いてもう一人が、俺らさ、大塚組なんだよね。そんな言い方して大丈夫?口答えしない方がいいよ。と、ゲスな笑みを浮かべる。大塚組?なら、こいつらは黙らせるのは簡単だ。だから俺はスマートフォンを取り出して、ある場所に電話し。しかし、兄貴も随分と丸くなりましたね。
俺は柳健一郎。少し前からこの寂れた町でコンビニ経営を始めた。俺は少し前まで隣町で妙な仕事をしていた。だがこのままではいけないと思い、いろいろと考え直してここにコンビニを開いた。以前は相当な額を稼いでいたが、現在の収入はその頃の1割以下。だが胸を張って働ける毎日が楽しくて仕方がない。コンビニをやると知った上司や部下はかなり驚いていたし、長くは続かないという厳しい意見も少なからずあった。しかし俺は3年目を迎えている。俺は今日もコンビニに出勤する。実を言うと俺はそこまで店頭には立たず、基本的にパートやバイトの子たちが接客を行っている。俺はというと奥の事務室で事務仕事もしくは店頭に出すお弁当や惣菜作り。俺のコンビニは毎日店で手作りするお弁当が名物。もともと料理は趣味だったことや、俺が店頭に立つと小さい子供が泣くため、何かしら裏方でやれることはないかと思って作ったお弁当が妙な人気を博したからだ。今では毎日予約してくれるお客さんがいるほどの人気ぶりで、本当にありがたい。今日も店の勝手口がノックされる。俺は、あ、ちょっと待ってくださいね。もう少しで終わりますから。と、勝手口の方に向かって言う。現場の職人たちに食べさせるため、棟梁さんが毎日お弁当を買いに来るのだ。いつもありがとうね。昨日のハンバーグ、職人連中が美味しい美味しいって言ってたよ。また入れてやってくれ。そんな風に言ってくれる棟梁さんは、うちのお得意様だ。こちらこそ、いつもありがとうございます。やっぱりハンバーグは人気ですよね。うちの若い衆も好きなやつばっかりでした。準備が終わると、俺は包んだ弁当を温かいお茶と共に渡す。営業時間前なのに、いつも悪いね。本当に助かってるよ。いえいえ、今日も一日ご安全に。俺は手を振って棟梁を見送る。この流れは毎日の決まり事になっていた。本当にいい男だよ。上司の鏡ってやつだな。俺は棟梁の背中に親父のそれを重ねながら、彼が運転するワゴンを見送った。すると、おはようございますという女性の声が聞こえた。パートの日村さんが出勤してきたのだ。日村さんは開店当時からうちで働いているパートリーダーだ。この大ベテランがいるからこそ、うちの弁当が好評と言っても過言ではない。それほどに彼女は口がうまいのだ。おはよう日村さん。日村さんの分はそこにあるから、品出し終わったら食べてね。俺はキッチンの後片付けをしたら発注やるから。ありがとう店長。今日も頑張るよ。うちの従業員はみんないい人たちばかり。俺は従業員を家族のようなものだと考えているし、従業員も俺を信頼してくれている。前職も楽しかったし、人間関係だって悪くはなかった。ただ急にいなくなるとか、そういう類の心配事が多かったのだ。今はそれとは無縁の平穏な毎日。それと、夕方から毎日シフトに入ってくれている女子大生の茜は、俺にとても懐いている。彼女は非常にわかりやすい女の子で、俺に好意を抱いているのは間違いない。ただ、世の中には、俺なんかよりもマシな男がいくらでもいるのだ。大学を卒業して世間を知れば、それに気づくだろう。何より、俺のような男と結婚しても、茜は幸せになれない。それはさておき、うちのコンビニは老若男女問わず仲良く働ける職場だ。従業員たちは個性豊かだから得意不得意あるが、おのおの活躍できているのは前職の経験が生きているからだろう。あの頃はみんな野心家ばかりで手がつけられない奴も少なくなかった。ちょっと、何しみじみしてるの？店を開けるよ。
日村さんのせかす声で現実世界に引き戻された俺は、今日もやるぞと気合を入れる。そして俺が調理を始めるや否や、店先の品数はどんどん増えていく。その模様はコンビニではなく、もはやスーパーだ。いつも通り、あっという間に営業時間は過ぎた。そして、いつの間にか夜になったのだが。ここ最近、夜になると、あまり嬉しくない常連が来る。右腕に輪彫りの入ったスキンヘッドの男と、金髪の男という軽薄そうな二人組。時には、その舎弟らしきチンピラたち。こいつらが買い物を済ませた後、店の前でバカ騒ぎするのである。そのせいで夜の客足は遠のき、バイトの子たちも怖がっている。挙句の果てには近隣住民からクレームが来る有様。何度か注意したが全く聞き入れてもらえない。正直、そろそろ警察を呼ぶべき頃合いかとも俺は思っている。あの人たちまた来てる。一人レジ対応を行っている茜が怯えた様子でバックヤードに避難してきた。だから俺は茜に代わってレジを対応する。いつもご利用ありがとうございます。ただ大変申し訳ないのですが、時間も時間ですので、もう少しお静かにお願いできますか。近隣の方のご迷惑にもなりますので。俺はやんわりとそう告げたが、帰ってきたのはめんどくさそうな舌打ちと、はいはい、すみません、という言葉のみ。正直不愉快だったが、俺はその気持ちをぐっと飲み込む。店長、代わってくれてありがとうございました。少し前、あの人たちからナンパみたいなことされてから、どうしても怖くて。茜は心底申し訳なさそうに頭を下げる。そっか、そんなことがあったのか。俺は、わかった、言ってくれてありがとう、と続ける。この時間帯に女の子一人でレジに立たせるのは危険だ。これはもう男の俺が出るしかないと思った。あいつらが外にたむろしているかもしれない。危ないから今日は送るよ。悪いんだけど、ちょっと待っててくれるかな。俺は茜にそう言ってから、残りの仕事をさっさと片付ける。そして店を出た。わざわざありがとうございます。また明日。俺が車で家まで送ると、茜は笑顔で手を振りながら自宅に入る。だが、これでは終わらなかった。数日後、俺が店を留守にしている隙をつく形で、茜が襲われそうになった。ちょうど俺が配達をしている時に、あいつらがやってきたのだ。慌てて店に戻ると、警察が来ていた。茜は俺を見つけるなり、店長と胸に飛び込んできた。すまなかった。大丈夫か？茜はひどく怯えていたが、幸い乱暴はされなかったらしい。ごめんなさい。ゴミを出しに行ったら、外にいつもの人たちがいて。レジを代わってもらったことを申し訳ないと思った茜は、勝手口ならば大丈夫だろうと思ってゴミを出そうとした。そこで例のチンピラと遭遇し、無理やり腕をつかまれたという。そのタイミングで偶然別の店員が通りがかり、警察を呼んだという次第だ。このままじゃ営業が続けられませんよ。わかってる。それよりみんな電車だろ。今日は俺が送っていくよ。俺たちは車中で今後のことを討論した。このままではさすがにまずい。あいつらは明日も来るだろうから、早急に対策する必要がある。茜のことを待ち伏せしていたんだろうな。前にもナンパしてたし。店員は懸念を口にする。一体どうすればいいのだろうか。変に逆恨みをされた挙句、大切な従業員が危険な目に遭うのは本意ではない。昔なら暴力という解決手段があったが、今はそういうわけには。そして翌日、例によってあいつらはまたやってきた。茜、今日は帰る時まで絶対外に出るな。
大変で申し訳ないけど、キッチンの掃除を頼む。はい、わかりました。すみません、気を使わせてしまって。茜が外に出ないで済むよう、俺はキッチンやバックヤード清掃を彼女に命じてから店頭へ。連中は買い物を済ませると、いつものように店前で騒ぎ始めた。俺は意を決して外に出る。君たち、昨日はよくもうちの従業員を怖がらせてくれたな。下品な笑い声を響かせていた集団は、一斉に俺を見る。なんだ、この前のうざいおっさんか。何様だよ。近隣住民の迷惑にもなるから、騒ぐならよそでやってくれ。君たちはできんだ。俺は毅然とした態度で告げた。だが、入れ墨を入れているスキンヘッドの男は、俺につかみかかってくる。だからお前、何様なの？あんま舐めたこと言ってると後悔するぞ。彼は俺を睨みつける。加えて凄みのある声も響かせた。随分可愛らしいと思う。俺たちは一般人じゃないの。大塚組の人間なんだよね。意味わかるか？そんな態度で俺たちに接していいのかな？いつの間にか俺は、やからやその射程に取り囲まれていた。俺は、大塚組？と思わず聞き返す。鈍そうなおっさんでもさすがにわかるか。じゃあ何をしたらいいかわかるよね。土下座して謝罪しろ。誠意を見せろや。やからたちはそれだけではなく、茜も差し出すよう要求してくる。スキンヘッドの男に至っては、これは組長の命令なんだ、と言ってきた。支離滅裂かつ意味不明。一体どういうことなのか、まるでわからない。だが、大塚組だの、組長だの言われては、こちらも黙ってはいられない。なるほど、組長命令ね。俺もそっちの組長はよく知ってるよ。俺はスピーカーに設定した上で電話をかける。そして、もしもし？という声が聞こえてくるなり、怒鳴りつけた。てめえ。お前の組はいつから仇に迷惑かけるような組になったんだ。先代？申し訳ありません。うちの者が何かご迷惑を？先ほどまでの威勢の良さはどこへやら。周囲は重苦しい空気に包まれていた。やからどもは逃げようと動き出す。おいお前ら、今更逃げるなんて違うんじゃねえのか？スキンヘッドの男と、金髪の男が硬直する。だが射程たちは一目散に逃走した。すぐに向かいます。先代の店でよろしいでしょうか。俺は、ああ、と応じてから二人を見た。そして電話を切るなり、お前らの保護者が来るぞ、と告げる。数分後、黒塗りの高級車が猛スピードで現れた。俺は、おう、慌てて飛び出してきた男に挨拶する。思ったより早かったな。ええ、たまたま車を走らせていましたから。深々と頭を下げるスーツ姿の男。彼は先ほど、やからたちが口にした、大塚組の組長である。今や二人は顔面蒼白。威勢の良かった先ほどとは、まるで別人のようだ。彼らは、俺が聞きたい。お前んとこの若いのじゃないのか？お前の命令でこの店を潰すとかめちゃくちゃ言ってたぞ。だが組長は、俺の管轄にはいないですね、と首をかしげてから、汗びっしょりの二人に名前を問う。そして消え入りそうな声で自己紹介される。ああ、こいつらはうちの若いやつの射程みたいですね。おい、クソガキども。組の名前背負って、とんでもないことしてくれたな。組長の激高は止まらない。お前らの処遇をどうするかは後だ。しかしお前ら、先代の顔すら知らずに、入ってもいない組の名前出しやがったのか。組長は、平謝りする二人を、今すぐ殴打しかねない勢いだ。だから俺は、まあいいよ。
今後店に迷惑さえかけなきゃ、と諭す。俺はもう仇だよ。大塚組、それは俺のかつての居場所だった。俺は腕力だけで組の頂点にのし上がったが、いつしか暴力と金に汚れた世界に嫌気がさす。だから俺は組長になるや否や足を洗った。しかし、昔は言葉より早く手が出てた兄貴も、随分と丸くなりましたね。そんな風に苦笑する組長は、かつて俺の右腕だった。俺が引退した後、彼が後釜に座ったらしい。組長になって、あなたの苦労もわかりました。俺は久しぶりに組の名前を聞いたと思ったらこのありさまで悲しくなったよ。すると組長は肩をすくめ、怯える二人に車に乗るよう指示を出す。そして、話はそこからだ、と彼らに伝えた上で一緒に去ってしまった。店長。この瞬間、俺は茜が一部始終を目の当たりにしていたことに気づく。どこから見てた？店長が電話したあたりから。俺はそっと押しそうになった。近隣住民の迷惑がどうこうと言っておきながら、かなりの声量で怒鳴ってしまった。でも、店長はかっこよかったです。本当にありがとうございました。だが茜は、引くどころか、目を輝かせて俺の手を握ってきた。次の日も、日村さんから、大活躍だったそうじゃないの、と言われるものだから、頭が痛い。順風満帆だった俺の第二の人生。それはこんな形で終わってしまうのだろうか。何を言ってるんですか。今さら気にしませんよ。あんたがこの店を潰したら俺たち飢え死にだよ。俺、一生店長についていきます。しかし、部下も常連さんもそんな風に言ってくれた。俺は感情をかき乱されてしまったが、ここまで言われたのなら続けるほかない。みんな俺のことを信じてくれているのだから。それと、あのやから二人についてだ。奴らは組長が秘密基地と呼んでいる山小屋に連行された。そこにはスキンヘッドの男の兄が待っていた。てめえ、実の弟ならちゃんと教育しやがれ。先代に迷惑をかけたという理由で、兄は思い切り蹴り飛ばされた。その様子を見て、二人は完全に萎縮。ただ組長は、まあ先代もああは言ってくれたし、お前らだって仇なんだから、ここらで手打ちってことにしようや、と言って二人に食事を振る舞ったという。しかしお前、どうしてうちの名前を出したんだ？もう怒ってないから素直に言え。組長が素朴な疑問をぶつけると、スキンヘッドの男は、いや、兄貴の背中がかっこよくて憧れまして、と答えた。彼の兄は苦言を呈したが、結局二人は組長の付き人として組に所属することが決まった。それから少し経った頃、俺は茜から告白された。あの、店長、私、店長のことが好きなんです。気持ちを前面に押し出した告白。俺はそれを受けてたじろいだが、すぐに、お前も見ただろう？と諭す。俺はな、お前と違って綺麗な生き方はしてないんだ。しかし、彼女は諦めなかった。それどころか、そんなの関係ありません、と食い下がってくる。店長の過去も受け入れます。とにかく好きなんです。そんなやりとりが、半年にわたって続いた。あまりにもしつこく食い下がってくるものだから、こちらの決意も揺らいでしまう。店長が好きです。お願いだから彼女にしてください。絶対後悔するなよ。何度も言ってるじゃないですか。過去も受け入れるって。俺は一度人の道を外れている。これはどうしようもない事実だし、お前はそのせいで何か言われるかもしれない。迷惑をかけることもあるかもしれない。それでも後悔しないのか？俺の過去を受け入れるってことは、そういうことだぞ。厳しい点も多々あると思うが、
俺ははっきりと気持ちを伝えた。これで諦めてくれるのなら、それはそれでいい。それでも受け入れてくれるのなら。それって、彼女にしてくれるってことですか？俺は、ああ、と頷く。そして、俺たちは抱き合い、交際が始まった。数ヶ月後、俺は緊張しながら車を走らせていた。今日は、茜の両親との初顔合わせなのだ。あ、健一郎さん。どうしようか迷っているうちに、俺は目的地に到着。すぐに家の中から、茜が飛び出してきた。あなたが健一郎さんね。素敵な人じゃないの。現れたのは、茜だけではない。茜の母も一緒だった。どうも、はじめまして。立ち話もなんだから、とにかく入って。俺は緊張しながら、茜の家に足を踏み入れたが、特段問題なく話は進んだ。過去は過去だ。今の君は悪人には見えない。怒鳴られたり、殴られることを覚悟していたが、茜の父は、そんな風に俺を買ってくれた。そんな俺を見た茜は苦笑していた。さらに時は流れ、茜が22歳の誕生日を迎えた時だ。俺は彼女にプロポーズした。茜が良ければ、大学を卒業したら。いいよ。健一郎さんのお嫁さんになりたい。了承をもらった俺は、ひざまずき、茜に指輪を差し出す。そして言葉を紡いだ。こんな俺だし、いろいろと苦労させると思う。だけど俺は、絶対に茜を幸せにする。だから、俺の妻になってくれませんか？茜は涙を流しながらうなずいた。答えは OK だった。俺たちの間には、男の子と女の子の双子が生まれた。店は今も続けている。賑やかで平穏な日々が終わることなく続いていた。茜、行ってくるよ。行ってらっしゃい。今日のご飯はオムライスがいいな。父親になった今も早朝に出勤するのは変わらない。ただ、見送るとき、夕飯のリクエストを出せるようにはなったが。お、今日もありがとな。棟梁さんのお弁当をまずは準備するのも変わらない。ただ、違うのは。店長、もう夕方ですよ。奥さんが待ってるんだから、早く帰りなさい。こんな風に言われること。ただ、日村さんは、パートから社員になったから。そのおかげで、俺は夕方には帰宅できるようになった。だから俺は、ゆっくりと家族の時間が取れる。今、俺には、大切なものがいくつもある。だが、過去があってこその、今と未来ということも、決して忘れていない。それを胸に秘めて、俺は今日も頑張っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。私がつわりで苦しんでいる時に、専業主婦は怠けるなと、私を散々責めた夫。その夫が腹痛で救急に運ばれた。病室に駆けつけると、夫がかすれた声で話しかけてくるが、私は徹底的に無視をすることにした。私の名前はまどか。36歳の専業主婦だ。同い年の夫の高谷は会社員で、学生時代からの長い付き合いだった。私たちはいわゆる出来婚で、今私は妊娠2ヶ月だ。そして私はつわりがひどく辛い日々を過ごしている。つわりといえば時期や程度にも個人差があるそうだが、私は匂いに敏感で、今まで好きだった炊きたてのご飯やパンの焼ける匂いなどがダメになった。本当に辛い症状が続くのだが、何よりも辛いのは夫の態度だった。おい、朝ごはんはまだか？俺、仕事なんだけど。体調が悪いのよ。トーストくらい自分で焼いてくれる？
はあ？またかよ。お前、毎日それじゃん。毎日って、つわりだって言ってるじゃない。いつまでそんなこと言ってるんだよ。大体な、お前専業主婦なんだぞ。俺が仕事してる間、ずっとゴロゴロしてられるじゃん。なんで朝飯くらい作れないんだよ。じゃあ、お前何のために家にいるの？私が休みたいというたびに、夫は私のことを怠け者だと責め立てた。結婚前はいつも一緒に遊んだり、飲みに行ったりして楽しかったのに。こんな風に苦しい時や辛い時に相手の本性に気づくものなのか。私は食事が取れないことや夫に責められることのストレスで痩せ細ってしまった。夫は私が弱って外出ができないことへも不満が強かった。俺、次の休みは仲間とバーベキューに行くんだけど、お前も行くよな。何言ってるのよ、行けるわけないじゃない。考えただけで、肉や食材の焼ける匂いを想像しただけで、私は嘔吐がこみ上げた。夫は苦々しい顔をする。ほんと役に立たねえな。俺の友達はみんな嫁を連れてくるんだぜ。私はもう言い返す気力もなく、便器に顔を突っ込んでぐったりしてしまった。いつまでトイレにいるんだよ。汚ねえな、もう。ちょっと、もうやめ、いつまでやってんだよ。だいたいこんなの気持ちの問題だろ。お前が気持ちを強く持てば治るもんなんだよ。情けねえな、まったくよ。私が胃が空っぽになるまで吐き続けている間、夫はわめき続けていた。夫は体調の悪い私に対して自分の都合ばかり押し付けてくる。こんなことで夫は父親になれるのだろうか。私が苦しんでいるのは妊娠しているからなのに。一体誰の子供だと思っているのだろう。私はもう夫と口を聞くのも億劫になってしまい、夫のことを無視することにした。夫もそんな私の態度にすっかりふてくされてしまい、口を聞かなくなった。夫は次の休みには自分の友人たちとバーベキューに出かけていった。人が苦しんでいるのに自分は遊びに行くその態度には腹が立つが、一日中家事をしろと責められるよりはマシだと思った。今のうちに休んでおこうと、私は久々にゆっくりと眠っていたのだった。すると、バーベキューに行った夫から電話がかかってきた。おい、今からでもいいから来いよ。うまいもん食えるぞ。だから無理って言ってるでしょ。つわりがひどいんだってば。お前が来ないせいで俺が悪者にされてるんだぞ。わけわかんねえよ。夫はバーベキューのメンバーに私を連れてこない理由を聞かれて、つわりで怠けてばかりいると言ったそうだ。バーベキューのメンバーは夫婦で参加しているものがほとんどだった。そんな状態の妻を放っといて遊びに来ている夫に対して説教の嵐になったという。居心地の悪くなった夫は、私を呼び出して自分の立場を良くしようと考えたらしい。もちろん私はそんな無茶に応じることはできなかった。私は言った。いい機会だからお友達のお話聞きなさいよ。そうしたら自分がどれだけ間違っているかわかるわよ。なんだと？俺はくだらねえ説教なんかいらねえよ。全部お前が悪いんだ。あのね、本当につわりで苦しいのよ。普通の人はそれがわかるのに、どうしてあなたはわからないのかしら。ああ、もう、どいつもこいつも腹が立つぜ。夫はブツッと電話を切ってしまった。私は、夫が他人の忠告も聞けない性格であることを知り、ますます先行きが不安に思えた。どうしたら夫はわかってくれるのだろう。辛抱強く話し合わないといけないのだろうが、私にはそんな気力も体力も今はない。その日、夫は夜遅く帰ってきた。バーベキューの帰りに居酒屋に行って飲んできたのだという。
バーベキューはつまらなかったけどな。居酒屋は楽しかったな。夫は意外と上機嫌だった。そして妊娠してから匂いに敏感になっていた私は、夫からシャンプーの香りがするのに気づいた。どこかでお風呂に入ってきたのだろうか。私はいぶかしんだのだった。やがて私のつわりは良くなり、体調も戻った私は普通に家事をこなせるようになった。しかし、つわりの期間に夫から受けた仕打ちがわだかまりとなって残っていた。私たちの夫婦仲は徐々に冷え切っていったのだった。夫の帰りはますます遅くなり、家にいてもスマホばかり眺めている。しかも夫は帰りの遅い日には、決まって香水の匂いやシャンプーの匂いがした。最近帰りが遅いけど、どこに行ってるの？どこって仕事だよ。専業主婦と違って俺は忙しいんだよ。わかってると思うけど、私は妊娠中なのよ。ああ、それがどうしたんだ？あなた、父親になるのよ。それ、ちゃんとわかってるのよね。何が言いたいんだ？だから仕事頑張ってるんじゃないか。無職のお前と違ってな。ああ、もういいわ。認めたくはないが、夫には他に女がいるとしか思えなかった。帰りの遅い日は、きっと浮気相手と会っていて、どこかのホテルでシャワーを済ませているのだろう。浮気相手の女の香水の匂いが移るくらい、夫は女と会っているのだ。妊娠中の私は、匂いに敏感な上に勘も鋭くなっていた。夫の浮気は疑いようもないものだと思えた。妻の妊娠中に浮気するなんて最低な人間だと思った。しかし、こんな男でも私のお腹の子の父親なのだ。こんな夫の元での子育ては相当苦労するだろう。しかし、自分で選んだ道なのだ。夫の浮気には目をつぶって、知らないふりを続けるしかない。子供が生まれれば夫も変わってくれるかもしれない。浮気相手とも別れてくれるかもしれない。そう願いながら私は日々を過ごしていたが、自分の考えの甘さを思い知らされる事件が起こった。私は妊娠6ヶ月になり、お腹もやや目立ってきた。重いものを持てなくなってきたので、宅配サービスを利用してまとめ買いをするようにした。以前のつわりの期間中に、だいぶ体力が落ちて栄養不足になっていたので、食事は栄養価の高いものを食べるよう心がけていた。糖質の低い食材や発酵食品、乳製品をしっかりと食べるようにしているのだ。私は特にチーズが大好きで、冷蔵庫にはいつもストックするようにしていた。おい、冷蔵庫チーズだらけじゃねえか。なんだ、酒のつまみにしてんのか？そんなわけないでしょ。お酒なんて飲まないわよ。お腹の赤ちゃんのために栄養をとっているのよ。うまそうなチーズだな。お、これってワインのつまみに最高じゃないか。夫は相変わらず、私の妊娠については無関心だった。そんなある日、私はお腹に強い張りを感じた。私は近所の総合病院の産婦人科に通っていたので、すぐに受診することにした。検査の結果、問題はないと言われて、私は安心した。一応、2、3日安静にして様子を見るために入院することになったのだ。私は夫に連絡した。お腹が張って病院に行ったの。念のため入院することになったわ。腹が張るってなんだ？便秘か？何言ってるのよ。妊娠中だからお腹の張りが心配なんじゃないの？でも異常はないみたいだから入院して様子見ることになったの。そうかそうか。そりゃ大変だったな。しばらく入院してた方がいいよ。ゆっくり休めよ。夫は明るい声でゆっくり休めと言ってくれた。また怠け者と責められるのではないかと思っていた私は、夫の言葉に拍子抜けした思いだった。
夫も少しずつ変わってくれているのかもしれない。私は3日間の入院中にゆっくりと休み、すっかり元気になった。お腹の張りも収まってだいぶ楽になった。ただ家のことが心配だった。夫は家事が全然できない人だ。台所は散らかっているだろうし、冷蔵庫の食材も傷んでいるものを早く捨てないと。退院手続きをしている時に看護師さんから連絡が来た。旦那さんが食中毒で救急に運ばれているらしいです。すぐに行ってください。食中毒？夫がこの病院の救急に運ばれているというのだ。私はすぐに救急室に向かった。私が夫の寝かされているベッドに行くと、夫は吐き袋に顔を突っ込んでゲーゲー吐き続けている。腹痛で苦しそうな夫に私は声をかけた。どうしたの？食中毒って一体何を食べたの？ああ、あれ。食べたら急に気分が、夫は息も絶え絶えで喋るのもやっとな様子だ。あれって何を食べたの？チーズ、ブルーチーズ。私はキョトンとした。ブルーチーズなんて買った覚えはない。私はハッとした。もしかしたら、捨て忘れたナチュラルチーズにカビが生えてしまい、それを食べたのだろうか。私は夫に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになった。私の食材管理のせいで夫が苦しんでいるのだ。しかし次の瞬間、私のそんな申し訳ないという気持ちは消え失せた。ふと気づくと、隣のベッドからもゲーゲー吐き戻す音が聞こえてきた。私が思わずそっと隣を覗くと、下着姿の女性がうずくまって吐き袋に顔を突っ込んでいる。夫と同じ状態だった。そしてその女からはあの香水の匂いがした。夫が帰りの遅い日に決まって匂う香水だ。担当医がその女に話しかけている声が聞こえた。では、ブルーチーズを食べた後に気分が悪くなったんですね。はい。私は振り向いて夫を睨んだ。夫は吐き気からなのか、私の視線のせいなのか、真っ青な顔で唇を震わせていた。私はすぐに分かった。夫は私の入院中に、この女と家で浮気をしていたのだ。冷蔵庫に残されていた腐ってカビの生えたチーズをブルーチーズと思い込んで食べたために腹痛を起こしたのだろう。二人はあまりの苦しさに救急車を呼んだらしい。まさか私の入院している病院に担ぎ込まれるとは。天罰が下ったとしか思えなかった。あなた、お隣の下着姿の女も同じもの食べてたのね。一体どういうことよ。私の質問に夫は素直に答えず反論した。お前のせいだ。あんなチーズを置いときやがって。おかげで死にそうなくらい苦しい目にあったんだぞ。怒鳴ろうとしているのだろうが、腹痛のせいで夫の声はか細くかすれていた。私は今まで受けた仕打ちの仕返しをしようと考え、夫の言うことを無視することにした。え？何？よく聞こえないわ。だから、苦しい。看護師の人を呼んでくれ。あらあら、大変そうね。逆にもう一回チーズを食べたら治るかしら。ふざけんな。早く、看護師を呼んでくれ。何言ってるのよ。こんなの気持ちの問題でしょ？おい、本当に苦しいんだぞ。こんなの、あなたが気持ちを強く持てば治るものよ。情けないわね、まったく。人でなしめ、腹痛と嘔吐のため、涙と鼻水でぐしゃぐしゃになっている夫の鼻先に、私はビシッと指を突きつけていった。人でなしはどっちよ。私がつわりで苦しんでいるとき、もっとひどいことを言われたわよ。
忘れたとは言わせないわ。妊娠している妻が入院中に、あんたは浮気相手を家に連れ込んだのよ。絶対に許さないからね。ごめんなさい。夫は腹を押さえながら、小さな声で私に謝罪した。やっと自分の行いを自覚できたらしい。今まで私が耐えてきたつわりの辛さを、ある程度は分かってくれたかと思い、看護師を呼んであげた。すると、隣のベッドにいる女の家族もやってきた。なんと、その女は既婚者で、ご主人は夫の友人だった。女と夫は、あのバーベキューパーティーで知り合って不倫関係になったのだった。女のご主人は状況を知り、ひどく怒り狂っている。無理もない。自分の妻が他の男の家で、下着姿で腐ったチーズを食べてたのだ。しかも妻の浮気相手は自分の友人だ。夫と浮気相手の女は吐き続けながら浮気の事実も吐いたのだった。私は夫を病院に残して実家に戻った。夫が浮気していた自宅に帰る気にはならなかったからだ。事情を知った私の両親はとても心配してくれて、私の出産をサポートしてくれることになった。その後、私は両親の紹介してくれた弁護士に離婚の手続きをすべて任せることにした。妊娠中の自分の体を第一に考えたからだ。父親はダメ人間だが、この子に罪はない。怒りや恨みは胎教に悪いと考え、煩わしい手続きからは距離を置くことにしたのだ。弁護士によると、夫は浮気相手とは遊びだった。私とやり直したいと何度も離婚を拒否したそうだ。浮気相手の旦那に慰謝料を要求されて、私に助けてもらおうと考えてるらしい。私は夫婦としての再構築はありえないと復縁をはっきり断った。私は慰謝料と養育費を一括請求した。もちろん浮気相手の女にも慰謝料請求した。夫は借金を抱えて副業で夜のバイトもしているらしい。浮気相手の女も離婚を言い渡されて、こちらも借金返済のために夜の仕事をしているそうだ。夫は友人の奥さんと不倫したことから、友人たちとも絶縁されて孤独に過ごすことになった。私は両親の助けを借りて元気な赤ちゃんを出産した。シングルマザーとして生きていくことになるが、子供に寂しい思いをさせないよう頑張っていこうと思う。これは数年前の出来事だ。俺は会社員で、当時24歳だった。当時から俺はすでに結婚していて、4歳年上の妻がいた。ある日のこと、いつものように出勤したら、会社に何やら不穏な空気が流れていた。自分がオフィスに顔を出した瞬間に、それまで雑談していたはずのみんなが、急に黙ってシーンとしている。そして、ちらちら俺のことを見ながら、こそこそ話をしている。俺は、なんだ?と、わけがわからなかった。そして、そのまま仕事をしていたら、上司から呼び出しを食らった。部屋に入ると、深刻な顔をした上司から、まあ、そこに座れ、と言われた。俺は、はい。と言って、とりあえず椅子に座ったが、上司の眉間には、これでもかというくらい深いシワができている。これはやばい。かなり怒っている。しかし、その理由がさっぱりわからない。俺が、どういったご用件で、と、恐る恐る尋ねると、お前、社内で不倫するとはどういうことだ。と上司が言ってきた。俺は
上司の言っている意味がわからなくて頭が混乱した。はい？何ですかそれ？と驚く俺に、上司は、しらばっくれても無駄だ！証拠は上がってるんだ！このアンポンタンが！と怒鳴ってきた。ちなみに補足しておくと、この上司と俺は普段から結構仲がいい。俺は、違う、絶対してないっす。そんなのできるわけないし、と言ったが、相手がゲロってんだよ。正直に言えよ、な。と、上司が詰め寄ってくる。ゲロなら、俺が吐きたいっすよ。なんだ、もうわけわかんない。という俺に上司は、落ち着け。いいか、相手も結婚してるんだぞ。好きになったからとかじゃ許されないんだぞ。お前嫁さんに悪いとは思わないのか？と、さらに興奮した様子で問い詰めてくる。俺は、そっちが落ち着いてくださいよ。俺は嫁さんが大好きっすよ。悪いことなんか何にもしてません。と言った。そこで一瞬、上司の口元が緩んだ。そして、本当にしてないんだな。と上司に聞かれたので、俺は、してませんよ。心当たりもさらさらないです。というか、ゲロ吐いた人って誰なんですか？と逆に聞いてみた。すると上司は、ん？ああ、B子だ。と言った。は？俺はびっくりした。B子とは同僚だが、特段仲がいいわけでもないし、携帯電話の番号は知っていたが、業務連絡でしか電話なんてかけたことがない。俺は事態が飲み込めずにポカンとしていたが、上司から、とりあえず職場に戻れ、と言われたので、自分のデスクに戻った。戻ってきて気がついたのだが、そういえばその日は B 子は出勤していないようだった。そして、その日は一日中、冷たい視線を浴びながら、職務をこなして、人へ着いた。自宅に帰ると、いつもなら玄関まで出迎えてくれる妻が出てこない。あれ、まさかあの話がもう耳に入っているとか、と思いながら、リビングへ行くと、妻はソファーで寝ていた。ただいま、と声をかけると、妻はもぞもぞとして、むくりと起き上がった。妻の顔を見ると、目がパンパンに腫れ上がっていた。俺が驚いて、どうしたのその顔、何事？と聞くと妻は、何事って、と言って口を濁している。ああ、と俺はすべてを察した。とりあえず腫れた目を冷やすためにアイスノンを妻に渡して話し合いを始めた。俺が、俺も訳がわかんないんだけど、何か話を聞いたの？と尋ねると、どうやら妻の職場のパートのおばさんが、B 子の旦那さんである C 子の知り合いだったらしく、B 子と俺の話をすべて教えてもらったらしい。その上そのおばさんから、あなたも慰謝料踏んだくって別れたらいいのよ、と言われたそうだ。それで、家に帰ってからずっと泣いていて、いつの間にか泣き疲れて寝てしまったらしい。俺は、なんだか、痴漢冤罪を受けた人のような気持ちになって、唖然呆然としてしまった。言葉を失っている俺に妻が、その人が好きなの？私とはもう、離婚なの？と聞いてきた。妻の、ちょっとしか空いていない目には、みるみるうちに、また涙が溜まってきた。俺は、自分も涙目になりながら、やってない！絶対ありえないから！俺も混乱してるけど、お前を悲しませるようなことは、絶対にしてないから！と、自分も、さっぱり意味不明な状況ながら、必死で連呼した。妻は、アイス飲んで顔半分が隠れていたが、ちょっと落ち着いたらしく、
わかった。でも正直、すごく不安だから、何がどうなってるのか、ちゃんとしてくれるかな。と言ってくれた。俺は、妻の言葉に安堵すると同時に、ふつふつと怒りが湧いてきた。なぜ、プライベートな話すら、ろくにしたこともない B 子と、そんなことになっているんだ。なんでこんな俺を、陥れるようなことを。すでに溶けて、ふにゃふにゃになったアイスノンを、冷え冷えのアイスノンと交換し、妻を寝かしつけて、俺は B 子に電話をしてみた。当たり前だが、B 子は電話に出ない。でも、怒りで脳みそが沸騰していた俺は、電話をかけ続けた。そして、2回目のトライで、やっと電話に出た。電話口からは、はい、と低い声。出たのは、B 子の旦那の CEO だった。あの、B 子さんの携帯でしょうか?と尋ねる俺に。はい。と冷静に答える CEO。俺が、B 子さんのご主人ですか?と言うと、はい。と帰ってくる。電話の向こうからは、CEO のピリピリした空気が伝わってくる。誤解とはいえ、CEO は、俺が B 子の浮気相手だと思っているのだから、仕方がないのだが、俺は、B 子さんは、と尋ねたが、CEO から、今、あなたからの電話に B 子を出すわけにはいかないですね。言いたいことがあるなら、私から伝えますが、と言われてしまった。なので、はい、では B 子さんにお伝えください。何を思ってこんなことに巻き込んだのかは知りませんが、とても迷惑です。あなたとは会社で少し話すくらいしか関わりはなかったですよね。それが浮気だと言われるんでしょうか。私はあなたへの関心はこれっぽっちもないのに。この件で私だけでなく家内もひどく傷ついています。これ以上続けるのなら、こちらとしても考えがあります。一気にまくし立てた。正直この時は何も考えてはいなかったし、何ができるかとかもわからなかった。俺の言葉を黙って聞いていた CEO が口を開き、調べればすぐにわかることですよ。ちなみに今の発言は録音してあります。と言ってきた。CEO はまだ俺の言葉を信じられないようだ。俺はイラッとして、はあ、そうですか。どうぞどうぞ、いろいろ調べてくださいよ。探偵でも何でもよこしてください。というか、その方がありがたいですね。私の身の潔白を証明できますし、私としては、あなたも交えて、B 子さんとも話がしたい。本当に、混乱しているんですよ。と言った。俺の言葉を聞いて、しばらく沈黙した後、電話越しに何か話しているのが聞こえた。そしてしばらくした後、わかりました。では、明日話し合いの場を設けたいと思いますが、いかがですか?と CEO から提案された。俺は、はい、早めの方がいいです。こんなわけのわからないことに巻き込まれて、うんざりしてますから。と言った。CEO は、明日、また連絡します。と言って電話を切った。俺は電話が終わった後も、頭がカッカしていた。人に対して、これだけ喧嘩越しで言葉を放つのは、生まれて初めてだったかもしれない。それだけ、本当に頭に来ていた。大好きな人を、自分のせいで泣かせてしまった。自分のせいなのに、自分が状況を把握していない。その現状にイライラしていた。イライラが収まらず、その日はお酒を飲み、そのままソファーで寝てしまった。翌日妻に、会社遅れちゃうよ。っていうか、ソファーで寝て、体痛くない?と起こされた。妻の目の腫れは、だいぶ引いていた。あんなことがあって、
俺のことを信じられなくなっているはずなのに、いつものように優しく起こしてくれる妻を見て、絶対に誤解を解いてやる、と鼻息が荒くなった。妻を泣かす奴は俺の敵だ。その日は話し合いのため、上司に連絡をして休みをもらった。急な休みで申し訳なかったが、上司は、大好きな嫁さんをちゃんと守れよ、と心よく OK してくれた。妻には心配されたが、誤解を解くためだから大丈夫だよ、と言い、午前中は妻とのんびり過ごした。昼過ぎぐらいになって CEO から、これから自宅で話し合いを、との連絡をもらった。妻には、ちょっと行ってくるね。今日は一緒にいてくれてありがとう、と伝えた。妻からは、昨日は信じられないみたいなこと言って、ごめんなさい。今日は泣かないからね。美味しいもの作って待ってるね、と言われた。その言葉を聞いて、さらに決意が固まった。B 子の家に到着し、久々に B 子と顔を合わせた。実は、今回の濡れ衣をかけられる前日まで、俺は一週間くらい出張に行っていた。そして、出張先からそのまま会社に出勤し、上司から不倫疑惑の話を聞かされた。さらに、久々に会ったというのに、妻は号泣。B 子に会った瞬間、もう、頭突きしてやりたいくらいムカついていた。リビングに上がり、話し合いが始まった。CEO とは初対面なので、軽く挨拶をした後、担当直入に話を切り出した。で、私が浮気相手だと思った証拠はあるんですか？と俺が尋ねると、B 子がビクッとなった。B 子は、俺が尋ねてきたのに、挨拶もせず、こっちも見ない。なんだこいつ、という感じだった。CEO が、いや、写真がありまして、それを問い詰めたところ、B 子があなただと。というので俺は、じゃあ、その写真見せてください、とお願いした。CEO は、ちょっと出しにくそうにしつつ、俺の前に20枚くらいの写真を差し出した。写真には、見事に男女の営みの様子が写っていた。男性の顔は写っていなかったが、B 子の顔はバッチリ写っていた。知り合いのそんな写真を見て、気分が悪くなってきた。とりあえず一通り見て、あることに気づいた俺は、そっと CEO に写真を返し、それ、私ではないですね。なぜそれで私が、浮気相手にされたのかよくわかりません、と言った。CEO が、あなたじゃないと証明できますか、と聞いてきたので、俺は自信満々に、できますよ、と言って、シャツを引っ張り上げて自分のお腹を披露した。自慢じゃないが、俺のお腹はたるんでいる。妻から、ポニョとあだ名をつけられるくらいだ。そんな、メタボまっしぐらな俺のお腹とは違って、写真の男性の腹筋は見事に割れていた。俺が、どう見ても同一人物ではないですよね、と言うと、CEO は哀れむような瞳で、俺のお腹を見ながら、ああ、うん、と言った。すると突然 B 子が、うわーと泣き出した。ひどいよ。前に引き締まってた時に撮ったやつでしょ。嫁に太らされたんだよね。かわいそう。と言ってきた。妻のことを言われて頭に来たので、俺のお腹がこうなったのは、嫁さんのせいじゃないです。度重なる出張で、不規則と暴飲暴食でこうなったんです。嫁さんは、健康食とかちゃんと考えてくれてます、と俺は切れた。現場がカオスになりかけた時に CEO が、いや、この写真とか
一週間前のものだし、さすがに一週間でこんなにたるまないだろう。と、冷静極まりない一言を言い、俺もビーコも黙った。その後、ビーコを追求したところ、本当の浮気相手は、同じ会社の先輩だと判明した。ビーコ曰く、あんたに濡れ衣を被せたのは、本命の先輩に迷惑をかけたくなかった。あんたは優しいし、どうにかなると思った。先輩の出世に響くから、本当のことは言えなかった。ということだそうだ。それを聞いている時の CEO の表情は、本当に絶望というか、真っ青を通り越して、顔が緑色になっていた。そもそも、B 子の浮気がバレたのは、B 子の帰りが遅くなったり、やたら飲み会が増えたことを疑った CEO が、B 子の携帯をチェックして、浮気の写真やメールを発見した、という流れだったらしい。相手を知られていないと思った B 子は、人の良さそうな俺に罪を被せようとしたそうだ。それ以降 B 子は、一時の遊びだった、と CEO にすがりつくように言い訳していたが、CEO は、お前、わかってないな。ただの浮気じゃないんだぞ。お前はこの人に多大な迷惑をかけたんだ。訴えられてもおかしくないし、お前を擁護する気持ちも俺にはさらさらない。いやあ、参ったわ。潔く認めたと思ってたらこれか。あなたにはご迷惑をおかけして、本当にすみませんでした。大して調べもせずに、無実の罪を。本当に申し訳ない。会社にも問い合わせてしまったので、私から誤解だったと連絡させていただきます。と言った。CEO は気が動転していたのか、ちょっと素が出ていた。俺が、ご主人から連絡していただければ話が早いですね。ぜひ、お願いします。とりあえず、先輩の件は報告しておきます。と言うと B 子が、なんで、あんたがおとなしくしてたら、こんなことにはならなかったのに。と突然、切れ始めた。あんたが私を好きなのは分かってたの。そんな噂だけでも私と繋がれたんだから幸せだと思いなさいよ。と言ってきた。確かに B 子は有名女優にも似ているし、モテる。でも、正直俺のタイプじゃない。だから興味もさらさらない。というか、普通は旦那のいる人に興味なんか湧かないだろ。俺は、ああ、それはとんだ勘違いですね。なんでそう思ったのかは謎ですが、不細工な奴なら全員自分の言うことを聞くだろう、みたいな態度はやめた方がいいですよ。みんなそれぞれ好みもありますし。とビーコに言った。ビーコは確かにモデル体型でビジュアル的には素敵かもしれないが、俺はぽっちゃりしている人がタイプだ。さらに、自信満々な B 子に、あなたと噂になったって、俺には何のプラスもないんですけど、もう勘弁してください。これっぽっちも、あなたを好きな気持ちなんてありません。妄想だけで、人の幸せを壊さないでくださいよ。自分のところが壊れそうだからって。と言ってやった。B 子は号泣してしまったが、あとは CEO に任せて、俺は妻の待つ家へ帰った。帰ったら、俺の好きなものばかり並べたテーブルに、妻が突っ伏して寝ていた。ちょっと遅くなってしまったので、いろいろ考えて疲れたのだと思う。かっこよくお姫様抱っこで、妻を寝室へ連れて行こうと思ったら、途中で起きてしまい、失敗した。どこまでもかっこよくない自分が情けない。翌日、緊張しながら出勤したら、即上司から呼び出された。上司からは、B 子の旦那から連絡が来た。大変だったな。と言われた。俺はほっとして、すべてを上司に話した。上司は、俺のアンテナで
B 子はちょっとやばいって思っていたんだ。よかったな、誤解が解けて。と笑っていた。ちょっと、最初マジギレしてたじゃないっすか。と俺がふざけて抗議したら、お前を愛するがゆえにな、大好きな嫁さんと仲良くな、とからかわれた。その後も、上司は断るごとに、妻のことを引き合いに出してからかってくる。後日談だが、B 子と CO は離婚した。CO 曰く、浮気だけでもありえないのに、本命を助けるために他人に罪をなすりつけるとか、ありえない。というか、それがバレないと思っていた B 子のアホさ加減にうんざりしました。と、B 子に舐められて、つけ込まれた自分も悪いかなと思ったのだが、CO からは、いや、次はオタクのように暖かく過ごせる日常を送りたいですね。と言われた。B 子は離婚の後、会社を辞めて田舎に引っ込んだ。浮気相手の先輩は既婚者だったため、こちらも離婚されてごたごたした後に会社をクビになっていた。この先輩は、どうやら B 子の他にも数名の子に手を出していたらしく、その女子社員たちに直訴された模様だ。俺はその子たちからなぜかヒーロー扱いされて、しばらくは居心地が悪かった。誤解も解け、妻とは今も仲良くやっている。平凡真面目に生きている自分が、まさかこんな修羅場に巻き込まれるなんて思わなかった。B 子のやったことはもちろん腹が立ったが、俺はどれだけ舐められていたんだろう。確かに社内には B 子のファンがいたし、客観的に見れば B 子の方が美人かもしれないが、俺は妻が大好きだし、浮気なんてありえない。B 子が俺なら簡単に罪を被せられると思ったのなら、それは選ぶ人間を間違えたな、としか言えない。CO は気の毒だったが、イケメンだし、きっとこれからもいい出会いがあるだろう。俺と妻は、ビジュアル的には決して美男美女ではないが、お互い唯一無二の存在だと思っている。これからもずっと妻と仲良く幸せにやっていきたい。では、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ねえ、アミちゃん、こんな負け犬捨てて、俺と付き合おうぜ。部長は、俺のことを嘲笑いながら、俺の婚約者の肩を抱いて、くどいている。最悪だ。なんでこんな状況になってしまったんだろう。俺の名前は、安尾、32歳のサラリーマンだ。今日は、俺の働いている会社の創業20周年パーティーだった。都内の某ホテルを貸し切って、社員の家族や知り合いも呼んでの盛大なパーティーだ。家族といっても、独身の俺は、婚約者のアミと参加していた。社長の挨拶が終わり、来賓たちの祝辞も述べられた後、歓談の時間となった。参加者は200名以上で、次から次へと知り合いが挨拶にやってくる。俺も同僚たちに自分の婚約者を紹介したりしていた。その時、背後から、おい、安尾、お前来てたのか。と、ふてぶてしい呼び声がした。見るとそこには、憎らしい感じの顔をした40代前半くらいの男が立っていた。ああ、松本部長。俺は慌てて挨拶する。この人は松本部長といって、俺の直属の上司だ。ただ、上司といっても、あまりいい上司ではなくて、何かと俺に突っかかってくる嫌な上司だった。お前みたいな窓際族に、パーティーとか似合わねえな。この女性は誰？失礼な態度の部長は、俺の横に立っている婚約者のアミのことを見ると、偉そうに聞いた。俺の婚約者です、と紹介すると、
部長は。お前と付き合う女性がいるなんて、世も末だな。しかもこんな美人が。と言って、俺の婚約者のことをじろじろと見るので、俺は嫌な気分になった。婚約者のアミは、婚活アプリで知り合った女性で、1年前くらいからメッセージをやり取りするうちに交際に発展。半年前に婚約していた。彼女の仕事はキャビンアテンダントで、語学も堪能だし、何より身のこなしが美しく美人だった。俺は早く彼女を部長から引き離したかったが、部長はなかなか離れず、俺たちに付きまとってきて非常に困った。安尾のやつ、会社じゃ全く仕事ができないから、俺が全部面倒を見てやってるんですよ。ほんと困っちゃう。アミちゃんも気をつけておかないと、結婚してから苦労するよ。いつの間にか、俺の婚約者をちゃん付けで呼び始めた松本部長は、酔っ払って、さらに饒舌になってきたのか、彼女の隣に座って、俺にお構いなしに、ベラベラと喋っている。俺が、なんとか会話を打ち切ろうとすると、おい、安尾、あっちのテーブルの酒とつまみを取ってこい。そう言って、俺をパシリにしてくる。こんな迷惑な部長につきまとわれて、さぞ、アミも迷惑していると思っていたが、彼女は逆に、わあ、すごい、それ、ロレックスですか?なんて、松本部長の腕時計を眩しそうに見つめて、キャッキャとはしゃいでいる。その様子に、部長は、ますます得意げになって、そうですよ。俺くらいの立場になると、こんなの2、3個は変えて当然ですから。まあ、安尾くんはあんまり仕事ができないから無理かもしれませんがね。いや、でも、アミさんともっと早くに出会っていたら、俺が絶対告白していたのに。よりにもよって、安尾の婚約者だなんてな。あんな窓際族やめて、俺に乗り換えない?酔っ払っているとはいえ、ひどい言いようだ。自分の婚約者がけなされているのだから、アミもこれには怒るだろうと思っていたのだが、彼女も酔っ払っているせいか、部長と一緒になって笑っているだけだった。俺は、こんな悪夢のようなパーティーが早く終わればいいのに、と思いながら、部長と婚約者の相手を続け、その日は終わった。松本部長は、パーティーだけではなく、仕事の面でも前々から問題がある人物で、社内でも評判の問題児だった。自分の気に入った部下しか使わないし、仕事を全部部下に押し付けて、自分は定時に退社してしまうようなひどい人間だった。ただ、彼の親族が有名な取引先の経営者らしく、同僚や部下たちの中では変な気を使って、誰も彼に注意することができないのが現状だった。俺は半年前からこの松本部長の部下になったのだが、部長は自分が受け持っている取引先との連絡を忘れるし、提出した資料をなくすしと散々だった。そのくせ部下が少しでも文句を言いたそうな素振りを見せると激高するのだ。俺と同時に配属になった部下はこの部長の横暴に耐えきれず、もう何人も辞めていたが、俺は自分は何も悪いことをしていないのに、こんな非常識な奴がのさばっていることが許せなくて、負けてたまるかという意地で松本部長の下で働いていた。そんなある日のこと。おい安尾、お前が担当してた尾形様の案件はこれから俺が担当になったから、お前は雑用でもやってろ。松本部長はまた勝手に仕事をめちゃくちゃにし始めた。ええ、そんな、あの案件は俺が何ヶ月もかけて交渉してやっと成立が見込まれるようになったんです。それに契約のための準備や資料作成は全部俺がやっていて、俺がいないと成功しないと思います。あろうことか、部長は俺が推進していた社内のビッグプロジェクトの成果を猫ばばしようと思ったのか、勝手に担当者を自分に変えてしまったのだ。俺は一生懸命に反発したが、部長はのらりくらりと俺の話を聞こうともせず、俺から仕事を奪ってしまった。そして会社の上層部の人間には、あたかも自分がこの数ヶ月にわたって準備をしてきて、ようやく契約にこぎつけたかのように、
自分の成果としてのアピールに余念がなかった。さすがにこれは許せない。だけど、平社員の俺一人が声を上げたところで、部長の横暴を止めることはできそうにない。どうすればいいのだろう。数日後、俺は珍しく定時に帰宅する途中だった。部長が俺のプロジェクトを奪ってしまったせいで、いきなり暇になってしまったのだ。今まで何日も残業をしたり、取引先の挨拶回りで忙しかったのが嘘のように、俺は自分の仕事を奪われて失意に沈んでいた。すると、街の中を歩いている時に、前方に婚約者の亜美と思われる後ろ姿を見つけたのだ。彼女とは数年以内に結婚したいと思っているので、結婚についてそろそろ話を進めなければいけなかった。だから、俺が担当していたプロジェクトが完了したら話を進めようと思っていたのだが、考えようによってはプロジェクトがなくなったことは先に結婚の話を進めろということかもしれない。持ち前のポジティブ思考で気持ちを切り替えることにした俺は、せっかくだから亜美と外食でもして結婚のことを話そうと思い彼女を追いかけた。彼女は実家暮らしで俺はアパート暮らしなので、なかなか会って相談をする機会がなかったのだ。もう20メートルくらいで彼女に追いつくと思った時、不意に横から出てきた男性が彼女に声をかけ、親しそうに話をし始めた。その様子を見て、俺は驚愕する。なんとその男は松本部長だったのだ。思わず人混みに隠れた俺は遠くから二人の様子を伺った。すると、親しそうに話していた二人は、なんと腕を組んで連れ立って歩き始めたのだ。まるで恋人のような様子を俺は呆然として見ていた。だけどしばらくしてからハッとして、その後をこっそりついていくと、二人はその後高級レストランに入り、食事をしているようだった。俺は怒りと嫉妬にもだえながら二人が出てくるのを待っていたが、二時間ほどして出てきた二人は、その後は夜の街のホテルへと消えていったのだ。いつも松本部長の嫌がらせや悪口に耐えていた俺も、さすがにこの事態に放心状態で動けなかった。きっと例の創業記念パーティーで親しくなった松本部長と亜美は、その後俺に黙ってずっと付き合っていたのだろう。まさかこんなことになるとは思ってもみなかった。何よりも彼女のことを信じていたのに、こんな尻軽だとは思わなかった。俺は失意の中、その日は路上にあった飲み屋で酒を飲んで家に帰った。この事態をどうすればいいものか。俺がそう悩んでいると、ある日、会社で同僚に声をかけられた。大変です。例の尾形さんの件。担当者が変わったことで、尾形さんが大変お怒りで、契約を辞めると言ってきたみたいです。なんだと？なんと、松本部長が俺から分取ったプロジェクトだが、相談もなく担当者がいきなり変わっていた挙句に、俺が出した資料と全く異なる資料を松本部長が作って提出した。そして、そのクオリティがあまりにも低くてお話にならなかったため、相手が大変怒って、契約をやめてしまったのだ。この顧客はうちの会社にとって相当な重要な顧客であったために、すぐに上層部に松本部長と俺たち部下が呼び出され、厳しく質問される事態になってしまった。広い会議室の中、前方には専務も含めて上層部の社員が厳しい表情でこちらを睨みつけている。すると松本部長が言うには、今回の件の責任は安尾くんにあります。彼は自分の仕事を途中で私に押し付けたんです。私はきちんと引き継ぎをして、尾形様に説明するように言ったのですが、彼は怠慢で勝手に仕事を投げ出してしまったのです。こんな役立たずの無能社員は、早く会社を辞めさせるべきです。松本部長は、事実とは全く違うことをベラベラと喋り、上層部の社員たちを自分の味方につけようとしている。もちろん上層部の社員たちも、松本部長の親族がある取引先の経営者であることを知っていて、
松本部長には日頃から気を使っていた。そのことが分かっている松本部長は、一切自分の非を認めようとせず、むしろ強気に責任をなすりつけて、俺のことを貶めようとした。だけど、このまま松本部長のやりたい放題にさせているわけにもいかない。待ってください。このプロジェクトは、俺が止めようとするのも聞かずに、勝手に部長が奪ったんです。そして、俺が引き継いだ資料も使わずに、めちゃくちゃな資料を提出して取引先を怒らせた。これが真実です。俺は一生懸命に上層部の社員たちに向かって訴えた。だけどみんな、俺と目を合わせようとしないし、真剣に話を聞いてくれる感じもない。おい、クラ、この後に及んで見苦しいぞ。そんな俺に向かって、松本部長が怒鳴りつける。この部屋の中には、誰も味方はいないように思えた。ああ、これで人生終わったかもしれないな。俺は内心そう思った。結局俺は婚約者も客もこのろくでなしの部長に奪われて会社をクビになる負け犬なんだ。俺がそう思っていると、周りが味方についている確信を持ったのか、部長はドヤ顔で俺の方を見ながら、君のような役立たずはもっと早くクビにしておけばよかった。もうお前は明日から会社に来なくていいぞ。そう言って笑った。その時、いや、部長、会社に来なくていいのは君の方だよ。おもむろに席に座って静かに話を聞いていた専務が口を開いた。は？松本部長は訳がわからずに、ポカンとした顔をしている。だから松本、君みたいな役立たずはうちの会社には不要だからもう来なくていいよ。専務は冷静に淡々と話し続ける。いや、その、なんで私が、失敗の責任はすべて安尾君にあるんですよ。松本部長は必死に自分のでっち上げた理論を展開するが、その時、ふざけるな。そんなデタラメを言って、自分が仕事をせずに失敗したのを部下になすりつけるとはどういうことだ。それに君は、安尾くんが誰なのか知っているのかね。専務はそう言って、いきなり松本部長を怒鳴りつけたのだ。面食らった部長は、情けない顔で、あわあわしている。わかりませんよ。安尾くんのような窓際族が誰かなんて。部長が、怪訝そうにそう言うと、うちの会社の名誉会長のご子息なんだぞ。専務は大声で怒鳴った。え？すべてを知った松本部長はすっとんきょうな悲鳴を上げてよろめいた。ああ、ついにバレてしまったか。そう、実は俺の父はこの会社の名誉会長なんだ。だけどそのことを知っているのは専務など上層部の数人だけだった。俺は確かに父の子供なのだが、独立して自分の会社を持ちたいという意志が強く、この会社を継ぐのは弟に任せていた。だけど、すぐに独立するだけの資金もノウハウもないので、とりあえずこの会社に平社員として身を置きながら経営の勉強などをしていたのだ。俺としては社会勉強のために普通の社員に混じって働いていたのだが、まさかこんなひどい上司にぶつかってしまうとは。普通の社員だったら逃げ出すところだが、俺はいつか自分の会社を経営したいと思っている。この程度の悪徳社員に負けているようでは、この先もきっとうまくやっていけないだろう。そう考えて必死になって松本部長に反抗していたのだった。だが仕事の面でならいくらでも嫌味に耐えてやり返してやるのだが、婚約者を奪われるという予想外の事態が起こってしまい、結局こういうことになってしまった。とりあえず君はもうクビだと決まったから、社長にもそう伝えておく。そう言って専務は無情にも松本部長を切り捨てた。そんな、これは何かの間違いで、安尾君、そうだろ、君からも専務に説明してくれ。俺がクビにならないように話をしてくれ。松本部長はそう言って俺の前で土下座をして謝り始めたが、こら、
見苦しい真似をして会長のご子息に迷惑をかけるんじゃない。と専務に一喝されて、その場に崩れ落ちた。その後、翌日から松本部長は会社に来なくなり退職した。確かに松本部長の親族はうちの会社の取引先の経営者だったが、部長は親族の中でも問題児として有名で嫌われていたらしい。うちの会社に復讐してやろうと親族に詰め寄ったそうだが、門前払いを食らったそうだ。そして俺は次の休日にあるレストランに婚約者の亜美を呼び出して婚約破棄を告げた。彼女はいきなりどうしてそんなことを言うのと怒っていたが、俺がある写真をテーブルに置くと顔を真っ青にして謝り始めた。それは松本部長と彼女が食事をしたりホテルに入る現場の写真だったからだ。最初に二人の現場を目撃した後、俺は探偵に依頼して証拠写真も用意していた。実は俺は自分の親父の会社を継ぐつもりがないから、婚約者にも親が会社の名誉会長であることを黙っていた。そのため婚約破棄をされる段階になってその事実を知った亜美は、そのことが大変ショックだったようだ。安尾くん、ごめんなさい。上司の人がとてもしつこかったから断れなかったの。あの人と一緒にいた時も、私の心はずっとあなたのことを思っていた。あの人の要求を断ったら、あなたの仕事に迷惑がかかるんじゃないかと思って、私、断れなくて。亜美はそう言って、悲劇のヒロインのように、さめざめと泣き始める。そんなの嘘だってバレバレなのに、恥ずかしくないんだろうか。俺は彼女の涙にも動じることなく、こう言ってやった。悪いけど、俺はそんな嘘には引っかからないぞ。それに君みたいな嘘つきの女性は、たとえ謝ってきたとしても許さない。そうそう、あの人、未だに独身らしいから結婚してあげたら。そう言って、俺は彼女に松本部長との結婚を勧めると、追いすがる彼女を振り払ってレストランを出た。結局彼女は松本部長との一件以外でも男性関係でいろいろ問題を抱えていたらしく、職場に噂が広まってしまい居づらくなり、キャビンアテンダントの仕事も退職してしまったらしい。今はスーパーのパートと内職などをして働いているそうだ。松本部長は失業した後に挽回を図って退職金で株や FX に手を出したようだが、全部失敗して大借金を抱え、現在は日雇いの工事現場に働きに出ているらしい。前の会社では部下に仕事を押し付けて自分は遊んでいたのだから、さぞ苦労していることだろう。俺はその話を聞いて、いい気味だと思った。俺は2年後に無事に自分の会社を設立して経営者となった。今はアメリカに渡って、そこで出会った妻と一緒に暮らしている。来年は子供も生まれる予定なので、とても楽しみだ。